皆さん、こんにちは。今回は乃木坂46の元メンバーである西野七瀬さんについてご紹介します。西野七瀬さんは乃木坂46の絶対的エースとして多くの人々に愛されたアイドルの一人です。まずは西野七瀬さんのプロフィールをご紹介します。西野七瀬さんは1994年5月25日生まれの28歳、大阪府出身で身長は159cmです。2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、同年8月にグループのオリジナルメンバーとしてデビューしました。乃木坂46では数多くのシングルやアルバムに参加し、その歌唱力とダンススキルで多くの人々に愛されました。グループのエースとして常にフロントメンバーとして活躍し、エースシングル気づいたら片思いで初センターを務めていこう、夏のフリー&イージー、命は美しい、今話したい誰かがいる、インフルエンサー、いつかできるから今日できる、帰り道は遠回りしたくなると、合計7回もセンターに抜擢されています。また西野七瀬さんはアイドル以外にもドラマや映画、バラエティ番組にも出演し、その演技力やキャラクター性も高く評価されています。乃木坂46在籍中に映画朝日なぐで主演東島明役を演じています。また乃木坂46卒業後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマあなたの番ですでの狂気じみた演技が話題となっていこう、フジテレビ系恋なんて本気でやってどうするの、いや箱詰め、戦う、交番女子、アンサング、シンデレラ病院、薬剤師の処方箋など、様々な人気ドラマに出演しています。また、映画でも、新仮面ライダー、1K のカラスなど、人気作品に出演し、現在女優として引っ張りだこです。最近はマクドナルド、アジアのジューシーシリーズや、英雄、意識高すぎ、高すぎくんシリーズなど、CM でも見ない日はありませんね。さらに西野七瀬さんはファッション誌ノンノンの専属モデルとしても活躍し、2022年1月19日発売の同誌3月号で卒業するまで約6年9ヶ月間に及び、ファッションアイコンとしても多くの女性の憧れとなりました。西野七瀬さんの乃木坂46卒業理由についてですが、公式には具体的な理由は発表されていませんでした。しかし報道によると、西野七瀬さんは乃木坂46の活動に疲れを感じていたことや、女性アイドルの寿命は25歳、卒業するなら今しかないと感じていたことが卒業理由として挙げられています。また一部報道では西野七瀬さんとテレビディレクターの間に枕営業があったという噂もありましたが、これは事実無根であることが後に明らかになりました。西野七瀬さん自身は卒業にあたってまだまだできることを探していきたいと思っていますとコメントしており、現在もその活躍は目覚ましいですが、今後のさらなる活躍に期待ですね。そんな西野七瀬さんですが、過去には熱愛の噂がいくつか報じられています。ここではその歴代彼氏について詳しく調べてみました。歴代彼氏1人目は地元の一般男性で剣士と呼ばれる方です。この剣士という男性はどこから噂が流れたかも、噂が流れた理由なども全くの不明状態です。西野七瀬さんには過去に7年間交際したことがあるという噂話もあるため、その相手がこの剣士と呼ばれる男性だった可能性も考えられます。しかしこの剣士という男性は本当に存在している人物かもわからないため、とても謎が多くあります。歴代彼氏2人目はふーちゃんです。西野七瀬さんがデビュー前に交際していたと噂されるのがふーちゃんという人物です。この人物については詳細が不明で、正確な情報は公表されていませんが、西野七瀬さんの過去のインタビューで彼女が地元の男性と交際していたという話が出たことがあるため、この噂が浮上したと思われます。歴代彼氏の噂のある人物3人目はセクシーゾーンの佐藤勝利さんです。西野七瀬さんと佐藤勝利さんは
2013年10月から放送されたドラマ不王帝イーナインで共演しています。物語上で恋人同士となった2人の演技があまりにも自然だったため、本当に交際しているのではないかと錯覚してしまう人がいたようです。しかし西野七瀬さんは佐藤勝利さんの印象について、ほとんどお話しした記憶がない、本当にシーンってしてましたと語っており、この噂はデマである可能性が高そうです。歴代彼氏の噂のある人物4人目は番組ディレクターです。ディレクターはマジスカ学園メイキング映像や乃木坂46乃木ビンゴなどを手掛けた30代男性と言われており、2016年4月に熱愛スクープされたことがきっかけ。スクープによると、仕事を終えた西野七瀬は渋谷のセンター街でエグザイル風の30代男性 X 氏と合流。食事をした後、二人仲睦まじくタクシーに乗り込み、自宅へ帰っていった。X 氏が西野の自宅から出てきたのは翌朝。翌週も X 氏は西野の自宅から現れた。とのこと。熱愛スクープから半年後の西野七瀬さんのイベント打ち上げでも、噂のディレクターは参加。再び熱愛の噂や枕営業説も浮上しました。しかしその後はプライベートでの密会が目撃されることは一切ありませんでした。歴代彼氏の噂のある人物5人目は野村周平さんです。西野七瀬さんと野村周平さんは2018年に放送されたドラマ恋愛少女で共演しました。ドラマ内ではラブラブなシーンが多く、野村周平さんが好きなタイプは西野七瀬と語ったことから熱愛説が浮上します。ただ野村周平さんといえば、共演している女優をタイプだというリップサービスが多い俳優としても有名で、目撃情報やスクープがないことからも、こちらも単なる噂である可能性が高そうです。歴代彼氏の噂のある人物6人目は横浜流星さんです。西野七瀬さんと横浜流星さんはドラマ「あなたの番です」で共演しています。ドラマ内では2人は恋人のような関係で、濃厚なキスシーンも演じていました。また匂わせと言われるものもあり、横浜流星さんが語った次の日に着ていく服を着て寝るという寝る前のルーティーンは、西野七瀬さんも同じことを語っていたり、2019年に1年を表す漢字として同じ新という漢字を挙げています。しかし交際の報道やスクープはまだありません。西野さんは自身が出演する番組グータンヌーボに彼氏に求める条件や彼氏からされたくないことについて語っており、具体的には家事や料理をすることができること、気遣いができることなどを挙げていました。また彼氏からされたくないこととして、浮気や嘘をつくこと、束縛されることなどを挙げていました。現在の彼氏については明確な情報はありませんが、以前は30歳までには結婚したいと公言していたこともあるため、ファンからは結婚願望が強いとされています。今後も彼女の私生活についてはファンの間で話題になることでしょう。最後に西野七瀬さんの家族について紹介します。西野七瀬さんは父親と母親、そして兄の4人家族で育ちました。お兄さんの名前は西野大成さん、帝京大学出身であり、声優や俳優、モデルとして活躍していることが分かりました。身長は170センチメートルで、モデルにしては小柄です。顔が西野七瀬さんとそっくりと言われており、確かに目元や口元が似ています。大成さんが早生まれ、1992年1月10日生まれですので、西野さんとお兄さんは3学年差になります。お兄さんは2014年から約2年間ストリートジャックの専属モデルを務めていたことも明らかになっています。また2016年には現在の事務所に所属し、同年12月に月倉劇団アルタイルという音楽グループのメンバーとして歌手デビューもしています。一方お父さんについては医療関係で働いているという情報がありますが、確証が得られていないようです。ただ裕福な家庭という噂がありますので、あながち医療関係というのは間違いではないのかもしれません。七瀬さん曰く、お父さんはナインティナインの岡村隆史さんに似ていると語っているそうです。お母さんについても、
詳しい情報はありませんでした。しかしファンの間ではおしゃれで美人な方という噂があります。いかがでしたか？乃木坂46ではグループのエースとして活躍、そして卒業後も女優として活躍がとどまるところを知らない西野七瀬さん、今後の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。